思議なことが起こった。 RX の体が怒りの叫びとともにバイオライダーに変身したのである。しかもその体は水晶の輝きを持つ水となり、生き物のように隙間を登り始めた。
バイオライダーに変身した RX の活躍でマリバロンの狡猾な策略は失敗に終わった。そしてヒバ隊長であるゲドリアンと諜報参謀であるマリバロンも打ち倒した。だがまだクライシス帝国は滅んだわけではない。まだ最強最悪のクライシス皇帝が残っているのだ。戦えヒーローたちよ、力を合わせ悪の限りを尽くすクライシス帝国の野望を打ち砕け。